どうもよかちせもチャンネルです。今回はですね、妖怪ラジオのコンプ目指すパート9でございます。今回もですね、妖怪25体仲間にするまで終われません。今ですね 79% なんだけど、まあ 91、2% いくんかなと思っております。ゴールドやんか、今ウィスパーのマークさん、これプラチナカラーになったりするのかな、どうなんだろう。ゴールドがマックスって感じで、レジェンド妖怪の今回イケメン系の封印解放したいなと思っております。残り1体がね、おつぼね様か。おつぼね様はさくらビジネスガーデン持ったかなと思うんで、先にねちょっと行きましょうか。そちら口だけ女はさくらビジネスガーデンビル4階におるんだけど、おつぼね様は機械の下やって、オフィス街の機械の下におる C ランク妖怪。入手確率星4ということなので、まあ、5分10分で入手できるかなと思っております。C ランクの反応あるかな？オフィス街のところ、機械の下って何？機械の下ってことは自販機とか車の下ってことよね。車とか、機械、なるほどね。C ランクの反応、あ、C ランクの反応あり。この駐車場かな？駐車場のところ？車の下ってことかな？車の下がめっちゃ怪しい。これおつぼね様いるんじゃね。あ、これは放浪士系かな。この車の下怪しくない？あ、いました、おつぼね様。めっちゃゆっくり動いてくれる。しかも機械の下っていうか車の下の場合横スライドだから、めちゃくちゃねサーチしやすいな。木の上とかと違って。おつぼね様の好物なんですか？パンがお好きということで、一番いいやつあげとこう。あかんベーグル。Here you are. 美味しいじゃない。よかったでーす。おつぼね様はスマホかな？ガラケー持ってはるね。時代だね、ほんと。ガラケー。平成はガラケーだっけ？昭和かな。一発はさすがに厳しい。一発目ダメ。また C ランクの反応あり。この車の下めっちゃいるな、おつぼね様。多分おつぼね様発見。このおつぼね様を入手したらイケメン金を入手することができる。モテ界のナンバーワンモテ妖怪。多分さ、イケメン金を仲間にしたら、てかパーティーに入れたらめちゃ的仲間になりやすいんじゃないかな。はい、パンあげまーす。ちょっと懐きやすくなるかな。10回ぐらいバトルしたら仲間になりそうな気がする。バトル2回目だでしょう。ダメだよねー。あ、バトル3回目で来はった。ラッキー、あなた最高でも私と友達になってよ。ええよーん。おつぼね様、おつぼね様。結構お姉さんの声だね。本日1体目。なんかさ、イケメン犬不気味族で封印されてんだね。ってことで早速イケメン犬解放しちゃいましょう。不気味族8体か。一番入手しにくいのって誰？普通かな。普通だな。だいたいどれも入手しやすいな。紋章以外光り輝く。かっこいい、イケてる。手振ってらっしゃるで。イケメン犬だよ。友達になりたいでしょ。いいよ。イケメン犬、イケメン犬、モテー、モテようかーい。早速パーティーに入れちゃおうかにゃん。イケメン犬はスキルがモテモテモテン。いるだけで敵が仲間になりやすくなるっていうね。素晴らしい必殺技がイケメン様の微笑み。味方全体の HP 全回復。素晴らしい。サポートメンバーって感じだな。ちょっとさ、妖怪大事で見てほしいんだけど、ボス妖怪でいっぱいおるけど、2つ空いてんだよね。多分、ここにね、隠しボスと、つづらちゅんだゆうとかが来んのかな。で、あと、クローニかなと思うんで、隠しボスとバトル行きたいと思います。イケメン犬を、早速使ってみる。こちら、大森山のハイトンネルね。もう、油とかエンジンがあるから、もう乗れると思うんだよな。
これ関係ないか。トロッコを修理すると奥へ行けそうなんだよね。レッツラゴー。でこの奥にボスが、隠しボスがおるっぽい。多分簡単に倒せるんちゃうかにょーん。金銀財宝っていうのが王道のはずなんだけど。出たどんな感じやったっけ。顔がなんか赤くなったり緑になったりとかそんなんだっけ。普通に攻撃効いてるね。え、一瞬で倒せそう。もしかして一瞬で倒せそう。さすらい玉もいただいておく。今度は赤部に、青部と赤部の赤部の方になりましたと。あ、ほんで今度は物理攻撃効かないみたいな。そのえ効いてるやんいまいちわからん。一旦必殺技打ってみるね。武士にゃんさんの必殺技レッツラゴー。カツオ節切り、ええ感じ。素晴らしい。そして赤部大噴火効くそう。あはん、赤部大噴火、炎の攻撃、なんじゃこれ、全体攻撃へ、やべえ。はにゃ。で今度は青部になった。怒ってないってことかな。イケメン剣の必殺技打ってみましょう。玉消す系時間かかるから嫌なんだよな。ワン、ツー、スリー。 HP 回復でも全員 HP 満タンでしゅ。でもめっちゃ回復だな。444も回復するんだ。素晴らしい。生ハゲさんの必殺技ぶち込んじゃうよ。そこまで強くないか。なんで青くなったり赤くなったりするのかよくわからんけど。また赤部さん必殺技だ。赤部さんになると必殺技を打ってくるって感じか。赤部大噴火。炎の攻撃はシュラタンにはあんまり効かないかな。シュラタンの必殺技、シュラシュシュシュ。29。あれシュラタンの攻撃あんま効いてない。必殺技今29ぐらいだった。やばい、全然効いてないじゃん。ここで生ハゲ復活。まあ、なんかあと通常攻撃だけで全然倒せそう。であとあれだよね、つづらちゅんだゆとバトルしようと思ったらなんかいろんなクエストをクリアしとかんとなんだよな。妖怪大辞典のあのコンプリート 100% ってボス妖怪も込みなのかな。仲間にした妖怪だけかな。はい、生ハゲさんおつー。隠しボス青び赤び激破。これで財宝ザクザク、お宝がもらえるのかな。なんとかなりましたん。お宝を守っていた万人的な。おや、かかかか、カツラではないのか。おしゃれカツラ。あ、わしもおしゃれさんになりとうてハゲてるから。青部赤部ハゲてるから、おしゃれカツラ持てたのね。頼むから部下には秘密にしといてくれ。妖怪たちがなんか秘密守ってたみたいなんだけど。なるほど、隠しボスのハゲ具合、青部赤部の秘密だったってことか。で一応お宝箱開けると天女の羽衣。何これ、天女
女の羽衣ってなんだっけ、装備か天女の羽衣は。でもですね、1日1回バトルできる闇マロさんね、仲間にしに行きたいと思います。まずは水門のレバーを引きに行かないといけない。3箇所ね、1箇所はね引いたことあんやけど、ここな気がするな。ここだ。ほいでレバーがどっかにあるはじゅー、この辺かな、一番端っこ、これじゃない？あ、よいしょー。すると、何色？赤色のランプ点灯。あと黄色のランプだね。レバーもう一個はね、なんかだいぶ北の方にあるっぽいんよ。なので、このそよ風ヒルズの方から、ガガガガッと北の方へ向かっていく。で、レバーが右側にあるはずなの。これこれ。すると最後のランプ点灯よね。闇マロさんとバトルできるようになるはず。でっかい扉オープン。闇マロさんと1日1回バトルなんだけど、セーブしておけばリセマルできるよねって話で、闇マロさんとバトルするのに一番近いルートはこのさくらニュータウンの河川敷からのアクセスだと思うんだ。こっからだとすぐバトルできるよね。ねえ、ここセーブはできないのか、地下だから。闇マロさんバトルしようぜ。カカカカカカ、我が名は闇マロ。桜町の地下を滑ってるっぽい。いきなりバトルはかわいそうじゃな。隠しボスだし、半端ないほど強いからマジで。自分で言う、闇丸は。ってなわけで準備の時間やろう。あざっす。バトルしようぜ。闇丸さんね、入手確率がね、星2なんだよね。星2とはいえ、多分そんなね、難しくないと思うんだけど。強っ。好物お肉。一撃強っ。お肉あげとこっか。何周で闇丸さん入手できるかな。さっき一応セーブしたからね、リセマラできると思う。バトル1回目いきましょう。うわ、生ハゲさん速攻でやられちゃった。さすらい玉。あ、夏希系最高やないかーい。花咲かじいの必殺技でも打っちゃおう。せっかくだし。レジェンド。花咲かじいの必殺技で、生ハゲさん、復活さーい。よいしょっと。で、生ハゲさん復活して、あとは通常攻撃で倒せるのでは？ HP あんま減ってない。強ー。さすが地下の。ボス。え、白駒さんもやられてる。強いやん。やるやん、闇マロ。意外だな、意外と強いな。一日一回バトルできる妖怪って結構いて、米爺もそうだし、死神鳥もそうだし、あと、読み元帥もそうなんだけど、中でも一番強いな。生ハゲさん HP 回復。ブシニャンさん、シュラコマさんは光栄の妖怪のおかげで HP がじわじわ回復。ハナシャカジーと新オバーのおかげで HP がじわじわ回復と。ちょっと待って、必殺技くんの？常闇の呪いくんの？取り付き系かな。常闇の呪い、わお。行動しなくなるよん。取り付き系の必殺技かん。バトル1回目、仲間になってくれるのか。経験値1万か、ぼちぼちだな。まずい漢方ドロップ、仲間になりましゃん。で、ちょっとここでリセマラと。多分10周ぐらいで仲間になるんちゃうかな。闇マロさんとバトル2回目。来るの？まだだよね。来ないね。うそん！すごいやん。バトル3回目できた。入手確率、星2だけどね。
お前からは闇の力を感じる。やったね、闇友達だね。闇マル、闇メル、このおでこの強がめっちゃかっこいい。バシコーン、これで今回3体目かな。もうこっからはね、マジレア妖怪ばっかりじゃね。入手確率低い妖怪ばっかじゃね。残り少ないとそうなるよな。わしほどの妖怪にこうも心地よい負けを与えるとは、心地よかったんだ。誠にやっぱり。ヤッホー、とどろき獅子くん発見ということで、今回ちょっとね、とどろき獅子と桑の武士をね、仲間にしていきたいな思っております。好物が、なんだっけ、お肉かな？よっしゃー。なんかね、雨の日、雨の夜、桜第一小学校の茂みの中、A ランクで、とどろき獅子くん登場します。なんか、さすらい層にも、とどろき獅子やってきてんだけど、まあ、周回してもなかなか仲間にならない。なかなか仲間にならないんだよね。こっちの方が、妖怪サーチの方が、もしかしたら仲間になりやすいのか。バトル1回目どうでしょう？ダメー。ちょっとこの辺捜索してみるわ、わし。雨が降ってないとダメっぽいんだよね。しかも A ランク。で、入手確率、星3となっております。だから10回、20回はバトル戦とダメっぽいよな。こういう茂みの中にいるっぽい。で、いなかった場合は、マップを移動してリセットしていく。ちょうど今日なんか、とどろき獅子みたいな格好してんな。全身グレー。全身、ライトグレーのカラーしてますけど。A ランクの反応ないねー。で、また、桑の武士くんは、夜のね、大森山にいるっぽいんだよね。B ランク。それもちょっと探したいなと思ってるんだけど。いや、なんせ、後半になればなるほど、なんか妖怪仲間にするの大変すぎる。エンカウント系は大体仲間にしたから、妖怪サーチとか、そう、レア妖怪ばっかり残ってくんだよな。一応さ、モテモテのイケメン犬パーティーに入れてんだけど、どうなんだろうな、入手確率上がってんのかな。その辺謎なんだが。今ね、夜の11時20分ということで、日付変わるまでにはとどろき獅子くん入手しておきたいな。 A ランクの反応なかなかないね。あ、A ランクの反応あった。ラッキー。7回ぐらい出たり入ったりしたら出てくるね。で、どこかな、とどろき獅子くん。あ、いた。どの辺だろう。むずいぞ。むずい。右に行ったかな。あら、難しいわねー。どこ行ってんのかマジわかりにくい。落ち着いていこう。進む先を意識していく。こう、点で考えるのではない。線で考えるのだ。ってことなんだけど、めちゃくちゃ難しいんだよ、これ。ほんとに。もうちょいヒント。はいはいはい。そう、合わせる。オッケーオッケー。円を描いている。円を描いている、とどろき獅子くん A ランク。バトル2回目行ってみましょう。ジメジメした雨が好きなのかな。そしてお肉あげときましょう。超いいやつ。一番いい。特上の霜降りあげとくよ。バトル2回目でございます。なんかグラグライオンとかミラミライオンは簡単に入手できたんだけどな。とどろきくんが結構入手しにくいな。バトル2回目結果どうでしょう。ダメだよねー。全集中でいこう。とどろき獅子くんになりきる。とどろき獅子くんになりきる。とどろき獅子くんになりきる。自分は逃げるんだ。逃げるんだっていうことを考え、そして走り回る。僕はとどろき獅子。走りまくる。この速度で、一定の速度で走りまくる。そう、僕はとどろき獅子だ。僕はとどろき獅子なんだ。そういうことなんだ。やばい。やばい。なりきれてない。ぐるぐるぐるっと。ね、ぐるぐるっと回ってたよね。もうダメだ。グッバイとどろき獅子くん、ビジョンメガネ。僕はとどろき獅子です。回るのが好きです。ちょっと早いな。よっしゃー、左回りでございます。
トドロキジシ君とバトルこれです。3回目いってみましょう。制限付き、感謝の制限付き。まずお肉をプレゼント for you、 ナッツ for you みたいな感じで、お肉 for you、 分かってやがるぜ、俺が好きなのは肉ということ でイケメン犬一応公園におるんだけど効果あるかな。バトル3回目の結果、アイテムマイヒョン、アイテムドロップなし、ダメでしょ。半時計回り来た、半時計回り来た、くしゃー、半時計回り、半時計回り来た。君の元気は僕の元気さ、ファーダメー。トドロキジシ君の気配がする。これトドロキジシ君じゃない妖怪だった場合絶望的だけど、絶対に夜のこの雨の日 A ランクはトドロキジシ君で、これめちゃくちゃありがたいよね。バトルこれで5回目、バトル5回目ダメでーす。さあどこだ、はいはいはい、これまたね、左回り、半時計回りに走っております。 OK! Be ambitious 我が友よ、ダメだよね。はい、トドロキくん、どこ行くの、トドロキくんどこ行った、はは予測できません。先生にはトドロキジシくんの行動が予測できませんでした。はいはいはい、小回りだね。はいはいはい、ええそっちに行くんかい。とりあえずちょっとトドロキくんっていうか、その妖怪の挙動パターンを覚えたいんだよな。ぐるぐる同じところを回転しているっていうね、これループしてるパターンがやっぱ多いのかな。小さく半時計回りのパターンね。でこれでバトル7回目でごわす。輝き出した僕らを誰も止める権利はあったのだろう。バトルは7回目、トドロキくんは仲間になりません。お疲れ様です。ガチャで、ね、さっきモモコインからね、百鬼姫登場しました。すごすぎ。他にもなんかダララダンビラ、工事現場でエンカウントしたっすけど。で、大蛇の壺も工事現場でエンカウント。楽天堂もめっちゃ入手しにくかったんだけど、なんか路地裏とかのゴミ捨て場におったし。で、プルファントは夜の、その小学校の草のところにおったしね。で、絶好調は大森山の木の上ね。で、ジュエル系もサファイニャンとかルビーニャン入手しております。でですね、こちら、アンノン団地の B と201号室にたまにね、猛戦和尚が登場するんよ。普通はね、やめ大使がおるんかな、紫色の格好したやめ大使がいるんだけど、たまに猛戦和尚があるんよ。黄色っぽい、あの山吹っぽい色の服着てるけど見分けにくいんだけど、2、30回こんな感じで入ってったらエンカウントするんよね。紫色だったらやめたいし、で黄色だったら猛戦和尚だし、入手確率星3のね、猛戦和尚を入手していきたいと思います。今ね10時20分、夜の10時20分だから12時までには絶対ね入手できると思う。3、40分で入手できると踏んであります。いや25体、先めっちゃ長い。1週間で10体ぐらいってめっちゃね、時間かかるよね。でもほんと残り少なまってくると入手しにくいのばっかり残ってる。まあそうなるよな、入手確率低いやつばっか残ってくるよな。さっき2回ぐらいバトルしたんだけど、それでも仲間にならず、多分ね、20回ぐらいはバトルセンターあかんような気もする。めっちゃ追いかけてくるっていう。やめたいしがめっちゃ追いかけてくるっていう。お？これかな？はい。24回目、猛戦和尚さん出てまいりました。で、ハンバーガーが好きにゃんで、あげとこう、一番いいやつ、もぐもぐバーガーやで。で、両サイドにいるのが猛戦和尚、やめたいしか。やめたいしと猛戦和尚の敵パーティーなんだけど、敵自体はめっちゃ弱いよ、確か B ランクぐらいだから。で仲間になるかだよね、出現率低い、そして仲間になりにくいのかな、どうだろう。バトル3回目、仲間にならず。よっしゃー、27回目、マーセンアシャン、ハンバーガー、ハンバーガー、
うめえ。うめえやって。バトル4回目いかがでしょうか。バトル4回中さすがにまだまだかな。はーい。バトル5回目。モーセアショー来るのかにゃ。ダメでーす。通算これでバトル6回目。ダメでしょう。あ、これか。あぶねえ。色がめっちゃ似てて。色がめっちゃ似てて区別つかんがな。モーセアショーちゃーんと。引ってみましょい。早送りと。これでバトル7回目。なんかさすらい玉とか来たらなー、より懐きやすくなるんだけどな。イケメンスマイルを見せておいてから倒す。オーケー。バトル7回目いかがでしょう。なんかいろいろドロップしてんな。カンポドロップ、あかんのかい。日本だとこれさ2階やんか。2階なんだけど、フランスとかパリだとこの2階が1階なんだよね。そう、文化の違いで、1階がフランスの方だとグランドフロアみたいな感じになるんだよね。だからフランスだとここ1階なんよね。なんか最近ネットフリでハマってるのがエミリーパリへ行くっていうやつで、なんかめちゃくちゃ面白い。30分でパン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 見ることができるんだけど、なんかアメリカ出身のそのエミリーちゃんがパリに行くわけよね。なんか買収先の会社なんだけど、で5階の家なんだけどさ、毎回間違えてその4階に行っちゃうっていう。アメリカとパリさ、その階数の数え方しちゃうから、自分の階、その実際日本と同じだったら6階が自分のお家なんだけど、間違えて毎回その1個下のところに間違って帰るっていう。そしたらそこにイケメンの料理人のお兄ちゃんおるみたいなね。でそのお兄ちゃんとそうなんかええ感じになったりもするんだけど、でさ、めちゃくちゃエミリーちゃんがさ賢いシーンがあって、なんか会社のさ、その同僚とかも、そのパリの会社の同僚とかもなんか結構意地悪してくるよね。アメリカ人だしみたいな、なんかこう文化の違いもあるし、すぐどうせアメリカに帰るだろうしみたいなわけで、なんかあんまり仲良くしてくれない。フランス人のなんか意地悪な要素出るんだけど、なんかあの客先の人とさ、あのディナーに行くことになるわけよね。でちょっと予約しといてみたいな。でなんかめっちゃ人気の店、そんなん取れるわけねえしみたいな、ここいじめなわけよね、ある種で。予約できたわと思ってこう会社の人らと行くんだけど、予約できてませんみたいな、 お客さん予約できてませんよみたいな言われるわけよね。え、どういうことみたいな、私ちゃんと予約したわ見てみたいな言うたら、その8月11日行った日だったんだけど、予約したの11月8日だったよね。オマイガーみたいな。で普通だったらさ、もうそっからお客さんとかにめっちゃ謝るみたいな最悪のケースになること思いきや、エミリーちゃんめっちゃさスマートなの。なんか友達のその料理人、一個下に住んでたイケメンの料理人の人に電話してさ、今から行けないみたいな、もうすごく大事なの言うて、こうギリギリもう閉店時間ギリギリなんだけど、なんとかこう滑り込みでお店入れるっていうことになって、で客先の人にさ、いいニュースと最高のニュースがあるわみたいな、そう予約できてなかったとか言わずにさ、今から将来有望な料理人のところ行けるわ。でさらにその11月8日に記念パーティーできるわみたいな、もう予約できたからね、もうすでに予約できてるからね、めちゃくちゃ天才スマートやみたいな、エミリーちゃーんって感じやったな。そう、失敗をチャンスにする天才じゃねみたいな。予約できてませんでしたみたいな、こうマイナスなことを一言も言わないんだよね。いいニュースと最高のニュースに変えてしまうっていうね。エミリーちゃーん。いらっしゃ、53回目。あーしんどい。53回入ったり出たりはしんどい。あーしんど。一瞬で判断センターからしんどいな、これ。
これでね、バトル8回目だよん。Cランクだからめっちゃ弱い。一瞬で倒せるんやけど、なかなか仲間にならんのだよな。漢方結構、お、素晴らしい。猛戦王将来ました。バトル8回目できた。お前とのバトルはもうせん。猛戦王将だよね。闇大使じゃないよね。猛戦王将。やったねー。何分ぐらいだろう。39分で仲間になったぞ。めっちゃいい感じ。お、クワノブシくん。動かない。クワノブシくん、クワノブシくん、クワノブシくんがどんどん下に行ってる。はぁー、はぁー、いや、動き早っ。円を描いてる。同じ行動してるよね。よっしゃー、結構動き早ー。半時計回りに回ってたね。クワノブシくんは野菜好きだよね。君にはタケノコ、いや、松茸あげちゃうよね。秋の味覚松茸、まだワイ食べてないよ。クワノブシくんもバトル5回以上やってるけど。え、あ、ラッキー、倒したクワノブシくん近づいてきたよ。熱い戦いだったぜ。あざーす、ハピネス、ゴアノブシ。これで、ね、13体目。トドロキジシ君はいるのかな。夜の、あ、A の反応あり。ラッキー。行ってみましょう、茂みの中。トドロキジシ君の動きは、クソ早っ。何今の。え、ちょっと待って。早すぎじゃね、ちょっと待って。あ、戻るにしちゃった、最悪終わった。うわ、やっぱトドロキくんめちゃくちゃ動き速いわ、はい、はい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 、半時計回り系、オッケー、そっちのパターンね。はい、トドロキくん発見で、お肉が好物 A ランク、入手確率確か星3。今日は仲間になってくれるかな。行ってみましょう。分かってやがるぜ。あざーす。 A だからまあまあ強いな。4回ぐらい攻撃受けよるな。オゲイ、入手確率低めのトドロキくん、いかがでしょうか。アイテムドロップなしで、今日はダメっぽいか。まだダメだね。いや、カラオケマジで3年は絶対行ってねえな。コロナ禍入ってから1回も行ってねえ。めちゃ音痴になってる説はあるよな。まあ、別に音痴だからどうってこともないんだけど。はい、 A ランク、しっかりとまず捕獲、捕獲大作戦。トドロキくん捕獲大作戦早いよね。でも反時計回るという一定のパターン。会いたかった会いたかった会いたかった Yes 君に。ほら、めっちゃ音痴。そうだよね、定期的に歌わないとだよな。特上霜降りあげちゃうよ。今日バトル2回目だ。一応カウンター。今日、本日バトル2回目でございます。さあどうでしょう、トドロキくん、そろそろどうでしょう。ダメー。はい、ラッキー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 。茂みの中行きましょう。まずはトドロキくん、トドロキくん、あれ、しっかり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 、パターンをパターンをパターン、え、どのパターン、どのパターン、トドロキくん、うわ、クソ早い。え、ちょっと待って、めっちゃ早なんだわ。はあ、はあ、はい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 、時計回りね。え、めっちゃ早。波長合わせろ、波長合わせろ。トドロキくんと波長合わせました。はい、バトル3回見てみましょう。今のは半時計回り、なんか動きがやっぱバチ速え。なんか他の妖怪と比べてもそんな気がする。トドロキくん入手しづらい。普通の横取りとか低ランクの妖怪もっと入手しやすい、入手っていうか妖怪サーチで確保しやすいんだけど。バトルこれで3回目かな。
いかがでしょうか。あ、人面さんが86ダミーン。ウィッカーはぁこれでバトル本日4回目でございます。来る予感はしてんだが、まだか。なにどういう動きそれ、それどういう動き、なにそれ小さい秋見つけたじゃないけど、小さい反時計回りか。惑わすやん、おじさん惑わすやん。あ、めっちゃおじさんモテ遊ぶやん。とどろきじじくんめっちゃおじさんモテ遊ぶやん。これでバトル5回目だ今日。なんか今日は調子良さそうなんだよな。ほら来たー、来ると思ってた。なんか今日はなんか、なんやろ、守護神がいる。心轟いたぞ、うわー言うて。あざーす。力強い。とどろきじじ。これで今回14回目。今日はこの辺にしとこうかな。なんやかんやありまして、歌舞伎猿さんとかもね、入手しました。これ入手するのに2時間ぐらいかかったかな。で、他にも、ぎっくり男も入手したし、ガシャで兄貴入手、で、日暮し丸とか、逆女王、で、長バナナ、で、A ランクのロブニャンとかも入手しております。残り4体なんだけど、ちょっと妖魔界でエンカウント入手を狙っていきたいなと思っております。で、妖魔界で入手したい妖怪は2体、裏キュンタと白壁さん。まず、裏キュンタさんに関しては、越境回廊この辺の通りにたまに出現するっぽいんだよな。で、裏キュンタがいなかった場合、下に降りて荒くれ街道行って白壁さんとバトル行きたいなって思ってるわけ。バトルしたいなって思ってるわけ。この辺にはいないんかな。裏キュンさんいないかな。せやから、もうひたすらこの越境回廊を走りまくる。で、裏キュンタいるかチェック。で、おらんかったら下の荒くれ街道に移動して白壁を探すみたいな。そんな感じで行きたいな。スーパージャーンプ。これ白壁かな？これ白壁？何壁だ？無理だ城か。無理だ城じゃないんだよな。色はどんな感じだっけ？白壁。変わらん。茶色いか。あ、これは、トジコウモリ持ってたっけ？ヤドコウモリがおらんのか。ヤドコウモリは赤色。ということは、ヤドコウモリチャレンジもあるわけだ。あ、ウラキュンちゃんと初対決行ってみよう。好物なんやろ？ハンバーガーン。一番いいやつだけど、もう。もぐもぐバーガーやでー。なんて言うかな。キエーうまいな。キエーって。かわいすぎだろう。裏キュンちゃん。ズキキュンターね、もう普通に持ってんだけどね。裏キュンちゃんが結構ね、レアだよね。あ、しかもさすらい玉で夏気度アップ。半端な。イケメン系の顔も見せておこう。あ、もう裏キュンターおらんか。ワンダフォーだぜ。いや、一発ゲットはさすがに厳しいか。バトル1回目。いかがでしょう、裏キュンちゃんと最初のバトル。結果やいかに。なんか合成とかでは入手できなさそうなんだよな、裏キュンちゃん。ダメだよね。一発じゃダメだよね。これかな、これかな。え、これっぽいな。髪の毛茶色、茶髪だよね。白壁ちゃん、会いたかった、イエス、君に。で、好物チェックしとくよん。好物は、ラーメン。おいでしゃーんぷ、その長い髪。ラーメン屋でー。来たー来たー、ラーメン来たーって感じか。で、これさ、無理だじょうさんもおるから、あれか。敵強めな感じだ。タンク3体。これ長いやつやないかーい。恋するフォーチューン白壁。不落の無理だ城。で、しかもサズライダーも1人やないかーい。サズライダービビンとくー。一応白壁さんとバトルすんのこれ初かな。なかなか仲間にならんかったし。ダメだよねー。
あ、裏チュンちゃん。裏チュンちゃん。7、8回ぐらいさまよってたらバトルできるね。あえちゃうね。キュー、うまいな。裏チュンちゃんとのバトル2回目、はい、だめー。裏キュンちゃん、ハンバーガーやでー。キュー、うまいな。キュー、裏キュンさんバトル4回目いかがでしょうか。あら、バトル4回目に来た裏キュンちゃん。ナイス、最高だったよ。君と僕の出会いは絶対運命だね。だよねー。裏キュンめちゃくちゃいい、やったー、最高ー。これね、今回22タイムウェイ。ってことで、1時間、妖魔界でちょっとバトルしてみたんだけど、仲間になったのは、裏キュンタさんでございました。あと、白壁さんと、ヤドコウモリ。もうちょい時間かかりそうだなー。先駆けのすけ来ましたー。ひき肉です。ということで、これでね、24体目だわ。入手確率星3、先駆けのすけ。露出度高いね、先駆けのすけ。オーケー。レア妖怪か。R って返しあったよね、今ね。でね、他にも妖魔界で、白壁さんとかも入手いたしました。こちらね。ということで、24体。そして、ちょっと最後、25体目は、レジェンド。召喚しちゃおうかなと思います。これね、8体封印妖怪あるんだけど、すべて入手確率 0%、 ガシャでしか入手できないやつら調べてみましょう。紋章が光り輝く。みんな S ランク、レア妖怪、かっこいい。山吹鬼だ。我は鬼、お前は友達や。いや、まぶき鬼、S ランク妖怪。かっちょええな。鬼の中の鬼。ちょっとステータスチェック最後しとこうかな。妖怪メダル、控え。超クリティカル。クリティカルの威力がより高なるんやって。で、必殺技、伝説の金棒ね。はい。ってことで、25体、2週間かかってゲットしました。ひぃひぃ。ひき肉でーす。で、こちら 89%、 90% 突破するかなと思ったんだけど、意外や意外、 79% から 89% みたいな感じか。次回最終回。